で、次カメラ OK です。次の撮影からカメラ写真も OK です。もう一度言ってきます。かわいい写真載せてあげるので、5000円から。SNS にね。これハッシュタグマナサキにね。よろしく。身長100?73。何でやったっけ何でやったっけね。なんか。ね、なんとか。自由感。自由感。かっこよくないですか？あのね、一緒に喋ろうじゃん。俺ね、寂しかったよ、私は。私有感っていうの分からんけど。私有感って何ですか？左右で目の形や大きさが違うことです。おっといじゃなくて。おっといは目の色が違う。目の色が違う。ひげさんは目の大きさが違う。じゃあ、色じゃなくて形？形。あの、よく見てください、私の可愛いお目が。かわいいお目で見たかったね。見たくないですか、人の目が。テントじゃさ、見えなくない？あー、ちょっと持ってますって、それで。あ、ちょっとしゃがんで踊るよね。そこって感じか。あー、いや、いや、しゃがんでほしいね。しゃがんでほしいね。なんか、痛いね。あ、いい。持ってあげてください、ぜひ。ちゃんとね、かわいいから。加工できそうだからね。なんで？綺麗にね。え、元からさ、かわいいから。元から最高じゃないですか。もっと可愛くしてほしいよね。あ、確かに、それは必要。だってさ、みんなに見せてさ、このお前にさ、加工してあげた方がいいじゃん。あーね、まなさきをより一層広めてくれようとしてるのがお客さんやからね。ありがとうございます。はい、俺のところに撮影時刻1、2、3、4、5、6、すごいすごい6だ。すごいすごい。あっちゃんね、レンズにすっごいあれ、可愛がってくる。こっちもね、よかったよ、さっき。これやっぱしゃがまんだもん。こんな感じで。そうよ。今、撮影したのめちゃくちゃ。撮影したのめちゃくちゃ。俺とさっきですよ。そうだよ。最悪を、俺カットしていいから。なんでなんで。先生じゃん、さっきだけ撮りたい人、実は俺が撮る。兄弟さんもさ、ちょっと撮りたいから。いや、でも、ちょっとしゃがんでほしいよね。男ってさ、でかい方がいいよね。女の人よりさ。だからさ、俺結構ね、隣に立つの嫌なこれ、あのね、写真撮ってたら絶対困るよね。やっぱね、あのなんか、座ってほしいよね。わかる？この気持ち、今男しかわかる、わかると思うけど、わかってくると思う。男ってやっぱでかい方がいいよね。俺もでかいのって態度だけだからね、本当に。それも良くないんやけど。滑ってますよ、滑ってますよ。大丈夫、雨のせいだ。あー、冷えてるだけ。今だけ。俺もちゃんとね、俺もね、加工してほしい。別人から、首からじゃない。テレビに出るけども、加工はしてほしい。大丈夫。大丈夫。雨に出るときはね、水も滴るね。いいね。いいなんちゃらくんね。俺言ってないですよね。いいなんちゃらくんね。そろそろいいかな。じゃあそろそろまなさきに移っていきたいと思います。よろしくお願いします。見えますか？これ見えませんよね。いったYeah.
盛り上がっていきましょう。Oh,
ありがとうございます。
よ、雨でちょっと雨降ってきた瞬間にちょっと人少なくなるかなと思ったんですけど、こうやってね皆さん足を止めていただいて本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと今2つの曲はちょっとバード系のしっとりした感じの曲だったんですけど、次はちゃんと盛り上がる曲になって、雨の中ですが雨にも負けず風にも負けず盛り上がっていってほしいなって思います。ありがとう待っててくれてありがとう、ね、本当に私ライブしたの3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいでちょっとすごい緊張したんだけど、相変わらずみんな優しくてとてもとても嬉しかったです。ありがとうじゃあラスト2曲聴いてください。じゃあ最初の曲、ハート型ウイルス。はじめは見たことなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、なんてタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに、状況でどうしちゃったんだろう。私死なぬなり恋に落ちてたの、何が引っ掛けだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな自分さも聞かないわ。あなたのこと何に抱えてしまうの、何も手につかないくらい。皆さん今日は富山食販会がやってますので、食品店がやってますので、あっちのブースにも遊びに来てください。よろしくお願いします。全然かっこよくないの、周りの友達にはみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をしてる人、私の中に見えてなかったのに、何がどうしちゃったんだろう。私気づいたら見えるまでなり、ラブソングを聞きながら泣いていたり、女の子の上の空よ、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな自分さも聞かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの、何も手に付かないくらい。絶対にありえないそう思っていたけど、なんだか私山食飯のことが好きみたい。あ、今日のスポンサーさんの名前です。はい、富山食飯、ぜひぜひ覚えててくださいよろしくお願いします。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな自分さも聞かないで、あなたのことばかり考えてしまうと、何も手につかないくらい、何も手につかないくらい。
少し明かせたらみんなでどこまでも行けてね。ワクワク世界と深い中の数字ってさよ叶えてくれたのばかねたの歌が始まるブルーラップに空気がこの想いは何もかも巻き込むサンバサーで遊ぼう歩かれた日はずっと魔法にとどゆかいが目に咲く目に注ぐ仲間じゃないの明日また会う時笑いながら本気で嬉しい人を集めよう簡単なんだよこんなの追い出してね捕まえてみて大きな夢夢好きでしょいろいろ予想が人とも出てきない未来それでも一つだけわかるのキラキラ光って熱い雲の上を渡る星たちが希望をくれるの光の脳よブーブーブーで来るな星空がもう寂しがった恥ずかしいようなイケメン今すぐ手と手を繋いだら仲間と見てみると輝いた瞳には浮かばれないの上だけ見てみると涙も乾いた初めて集めようと未来も話すならぬ欲しいですよ後ろの人とおいでよドキドキするでしょマナソック最後の曲です本当に雨の中みんな濡れたくないと思うけど精一杯盛り上がってくれたら嬉しいです最後までよろしくお願いしますブルーバスでブルーなこの想いは何もかも巻き込む想像で遊ぼう歩かれる時のこと魔法以上の誘拐が限りなく目に届く不可能じゃないの明日また会う時集めようぞ簡単なんだよこんなの追いかけてね捕まえてみて大きな夢夢好きでしょありがとうございますじゃあ最後に告知を告知をさせてもらいます11月3日にちょっと東京の渋谷の方なんですけれども、渋谷ミュージックアワードというイベントに出させてもらいますそこで私はブライダルモデルとしてブライダルモデルとして、ウェディングドレスを着てこう歩いて帰ってくっていうやつをしますのでまたよかったらあっちの方でチケット売ってますのでよかったらまた寄ってってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、雨、まだ大丈夫ですかね。大丈夫、いけそう。これからまだまだ続くよ。